おこちゃ。ジュニアツイダシ。金曜日深夜二十三時分でしたよ。よくない慣れ方してるわ。えー、今夜はリドルマックスの制作でオ<ー>ルタナティブスペース湯げの運営をしております。よくないよ。よくない慣れ方してるよ。これジム付き。<laughs> よくないな。と,、はいとえー、そのー友達。 山口ケイトがお送りしていきます、はい、この後23時ごろまでお付き合いください,い言うてる場合じゃないですよ、はい、この山口君の腐った根性を叩き直さないともうあんまり <laughs> ねここでそんな力入れても別に見るのえないいやいやもう放送開始から放送終了までパキッとしてなきゃリスナーどんどん逃げちゃいますよねその逃げるほどリスナーもいないですから <laughs> 別にこぼれ落ちるほど手にこう入ってないみたいな。そんな悲しい現実ありますけど。ね、いうて。そんなことよりも。ね大引っ越しシーズン。大引っ越しシーズン聞いたことないけど。ま近づいておりますけどもね。聞いたことない。ですよまあ誰もみんなね、あの。三月ちゃいます普通大引っ越しシーズン。大引っ越しシーズン、普通三月ちゃいます?。いや、もうね、三月。始まってます。始まってます。 そんな長いの、うん、始ままってすすよ長期シシーーズズンンでねいやもうねその春からの生活が決まってる人は決まり始めてるそれに合わせて物件早めに探しとこうかなこのぐらいから早いことを動いとけばもう物件逃げないやと思い始めてるうまい、ね、うで部屋も空き始めてるはい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 。 そんな時期でございますよ。時期でございますけれども。いやあのー、僕もね引っ越しをねあのー、春ぐらいまでにねすることになりそうでして。らはらはらこの住んでる場所。服がはだけろしましたけど、ね。今住んでる場所がめちゃくちゃ観光地なのよ。え<ー>。うん。あまあまあそうか。そう,そうそうそう。だからまああのー、普通にあの清水寺とかの、うん。 あるようなエリアの方面なんですけど。 そこがやっぱり、ね、大谷本病もありますからね。大谷本病もあります。あんまピンとこないですから。<laughs> 清水寺と並んじゃうと、ね、あの根元のところにはね。うん、清水寺の坂の手前のね一番入り口と大谷本病もありますからね。あんましピンとこないですけど。もういろんなね、うん、あのそんな力強く言われても、いろんなこう亡くなった方々たちがこうね多分あそこに集結してると思いますけど。あまテンション上がんない情報です。死者アベンジャーズみたいな感じになってますからね。<laughs> 大谷本病がちょっと。 歴史振り返ればね全部アベンジャーズですけどそうですよ僕のおじいちゃんも大谷本病にねアベンジャーズに入れなくていいです自分の親族を無理やりアベンジャーズに失礼しました縁切り神社とかもね有名ですからああそうですね確かにや本当にバスの行列がすごいのほんまにタモリのサイン会やってんのかなって思うぐらいタモリそんな並ばやのすごい列なのサイン会ないよタモリ 修学旅行生もすごかったのちょっと前までサインがいないよタモリほんまに乗れへんカタカナ3文字ってサインがいないよだからもうちょっと遠めに見たら勇敢やであのちゃんのサイン会かってぐらいあそうそうそれはさきったねあのちゃんは書き換えあるよあのちゃんは書き換えあるよしよし修正できたかと思ってもう引っ越したくてあ いやそのもうね新しい物件を探しにあの内覧とか行ってるんですけどめちゃくちゃいい物件を見つけたんですよ<う>いいエリアでさすが観光客まみれじゃない落ち着いた生活もしやすいスーパーとか、うん、病院とかねいいそ,うそういう銀行とかいろいろ近くにあって、うん、地下鉄もあって素晴らしい駅も近いでベランダの外の景色もいい。うん 日もよくく入ってくるす晴らしいエリアだと思って内覧してる現場でいやここにもう決めるかってなったんですよ。はいはい、で不動産屋さんにもう言って不動産屋さんに、ね、あじゃあ会社の受付みたいなやってあ,あそこに一店舗に行ってじゃあ手続きしましょうかってなって。 誰に,<う>に言ったんですかあの不動産屋さんにそんなハマるか <laughs> 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 そんな楽しいもんじゃないよ輪ゴムで遊んでるぐらいのあれよ <laughs> そんな5分後も全然おもんなくなってるから <laughs> そので地下鉄で乗ってそのママ行ったと そうそう店舗のところまで行ったんですよ。はい、行ったと。で、あの不動産屋さんはあの原付で来てたんで、不動産屋さんは原付き、ね、さ,さんでやってたんで、先に戻ってたんですよ。なるほど。で、僕はこうガチャッと店舗の方入って、その担当してる不動産屋さんと目が合った瞬間に不動,、ね、不動産屋さんと目が合っちゃった。もうね、あの表情で表情で、情であ、これ借りれないな。 そういうい曇った表情んかその暗い顔とかじゃなくて「ああ来ちゃった」みたいなみたいな顔をしてて「ああこれ終わったか」と思ったらあ<の>もうじゃあちょっと今日さっき決まっちゃった,みたいなああさっきしかもさっきタッチのさ 俺がメジャーを出して部屋の長さ測ってやったらここにベッドこの向きで置けるなとかをやってる時間がなければ借りれてたかもしれないみたいなあれでまあそれとも。 おり物件に贅沢に時間を使ってただけなのか知らないですけどそこは不動産屋さんのスキルかもしれないでもまあんかそんな感じにも見えなかったのねだから本当に直さん真摯に向き合ってくれてたような俺のあの採寸自家さえなければいけたんじゃないかみたいなそこの悔しさがすごいのよ悲しいねそれはでそこの物件が本当に良かったの結構広さも十分で間取りもいい で立地もいいけどその家賃がその周りの他のに比べると結構控えめもう素晴らしかったいいですねだからもう1回そこを知っちゃったから他の物件探しててもいやあそこかな,な,なかなかパチッとくるものになっちゃうのよでも本当にずっと毎日数も見てる毎日数も数もちょっと見すぎやなと思ってああ 閉じて,閉じてホームズ見てるたら <laughs> 一瞬ないか,かないもうずっと見てる見てるんやだもう早く見つけたい、ね、この気持ちを抱き続けるのがストレスやから、うん、あそりゃそうですわ、うん、もうだからその僕丸太町あたりに住みたいんですよ京都のね地下鉄の5、ままあ、所とかが、うん、京都御所とかがある南の方ですね町と 烏丸大池とかのある烏丸地下鉄の烏丸線沿線上あの辺りに住みたいその辺りだったらこの湯気も東西線に乗って雨の日とかでも気軽に来れるそのエリアに行きたいからもうそこの範囲内だったら僕はウォッシュレット付きのトイレさえあれば壁も天井もなくていいんだいぶだいぶ捨てたねあなたそれだけ。 だいぶだその立地でウォッシュレットがあればそれでいいさっきなんか僕は雨でも地下鉄で行けると思って <laughs> 台なしよ天井なかったら <laughs>、まあ、トイレも2ついてますから<ー> <laughs> そこに隠れんの <laughs> そこに隠れんの雨降ってるんやったらもうウォッシュレットいらんような気もするけど雨上がりにこうウィーンって乾いてそうね <laughs> 上がったっつってこう<ー>出てくるっていう感じで,んでそんなでかいんや なので、そういう物件見つけた人は、あの、ご連絡ください。うん。うん。もしね。あのー、私、不動産屋さんだよっていう方がいたら。<laughs> まだ楽しい、えー。教えてください。<laughs> まだ楽しいんや。<laughs> というわけで、そろそろ参りましょう。小西さん、内田。うたたね。<laughs> はいやっております。はいやっておりますけれどもですね、私たち今ねこれ、うん、いろいろオープニングトークをねだらだらと喋らさせていただきました。はい、えー。今回の企画、うん。えー、んですか。右左上か画面左上にもあるとこいいですか、ね。あ出てますね。ユーチューバーになりたいよ。うん。間違えた。ユーチューバーになりたいよ。 かけ忘れるとまあお気づきの方もいらっしゃるかもしれないですけどね今日はね山口だいぶ手を抜いてる手を抜いてるというか気が抜けてるそうかもしれないちょっと本気出していきました YouTuber になりたいよっていうね最初から出しとけよってね YouTuber になりたいよってこと出せるんかいやっぱりね 私たちこうやってラジオやってるわけですけれども s p テ t ファイでやってますけどももちろんプラットフォーム YouTube を使ってるわけですだからこそこのライブ配信の動画だけじゃなくてちゃんと据え置きの動画とかもね据え置きって言うんや据え置きの動画とかも収録したやつねちゃんと収録して載せていきたいもし載せるとしたら こんなふうな,な,、ね、な,な YouTube 使いうん YouTubi スト <laughs> YouTuber になりたいってなるほどそういう話をしていこうじゃないかと今週はそういう企画でございますなるほどネットラジオパーソナリティではあるけど、うん、やっぱ YouTube を使ってるだけで,そうです YouTuber ではないですからねそうですよ今の状態はね、うん、だからもし据え置き動画を据え <laughs> 置き動画っていうん <laughs> 聞きなみいけどライブじゃない動画を作るとしたら作っていくとしたらどんなことをやっていきたいかどういうふうなやつらになりたいかっていうことを話していくわけでございますライブ以外の歌種も見れるかもっていうそうでございますこれね空想でいう感じじゃなくてもしかしたら現実味のあることでも大丈夫ですよなるほど何かいいワンがあればもう早速ね 採用させていただくかもしれないんだね。でもね、そのユーチューバーになりたいよと言うとりますけども、はい、あの山口君、ユーチューブは見る人ですか、はい？見ますよ、見ますよ。<laughs> 見ますとも。<laughs> 小西君が数も見てるぐらい YouTube <laughs> めちゃくちゃ見てるやんー YouTube ちょっと見すぎやなってなって<ー> YouTube ショーツ見る時ある,ーる,時ある <laughs> YouTube やん YouTube やんそれもー <laughs> ホームズみたいに YouTube ショーツ見るりね本当にやっぱりね,、うん、ぱりね見ちゃう、うん、まあでも見ちゃうね、うん、僕もねあのだいぶ YouTube 見る方ですね 結構見るんですよ、うん、まあやっぱそのめちゃくちゃ YouTube 見る人に比べたらまだ見てないかもしれないけどあのまあ結構一日に56本ぐらいは全然見るかなっていうか、ね、でも,も56本見たらちょっと顔赤くなってきたりとかするからえ あ大丈夫みたいなういな心配されるくらいういうでも別にそのめちゃくちゃ見ないわけではないから<ん>まあ平均で言ったら全然見れるんだけどめちゃくちゃ見れるっていうほどの強いタイプではないかなお酒の話し<僕は> <laughs> もう山口君は結構そのどんだけ YouTube 見ても顔変わんないよね <laughs> 変わる結構強いよね変わる人見たことないけど、まあ、まあまあまあそうね、うん、僕はねあんま 強いわけじゃないから YouTube 見すぎると<ー>さすがに10本ぐらい見てまうとちょっとヘラヘラしだしたりとか <laughs> 15本ぐらいいくともう吐いちゃう、うんうん、そうね <laughs> <れ>そうねさすがに15本見ると YouTube15 YouTube 本もいかれへんかな YouTube 飲んでる <laughs> YouTube を飲んでる人 <laughs> だからあのよく言うじゃないいろんなジャンルの YouTube を同時に見ちゃうとその y o u 悪くなりやすいみたいなそう,、ね、ななそうだからあのビールの動画だけをずっと見るとかやったら意外と十本中二本ぐらい YouTube をアルコール摂取してるどういうことい <laughs> けたりもするねだけど YouTube からアルコール摂取してるどういうこと いやでも飲むだけほんまにね大学生の時に比べて見放題とかしなくなったね <laughs> 飲み放題みたいな見放題に金使うんやったら全然もう一品なんか絵ひれとか頼んどくみたいな感じでゆっくり動画見たいない,、ね、いざかや, <laughs> い,や、ね、<laughs> いいじゃないのよ僕,僕の YouTube との付き合い方はそんな感じかな<ー>うんまあ確かにねあーの YouTube は百薬の長って言いますから <laughs> <laughs> そうねやっ,うあやっぱ適量がねいいよね容量を守ってねはあねやっていかない少量の y o u t u b e は薬にもなるとか言いますからねだからあのー、山口君は一緒に住んでた時も結構 YouTube 毎日見たりとかしてて、はい、そうねちょこちょこ陽明部とかも見てたよね寝る前に一杯の陽明部を飲んで陽明酒やんもうそれ <laughs> 寝る前に一杯の陽陽明部っての飲んでたよね。陽明部はもう失礼しました。陽明部見てたよね。もう言い間違いってるし、陽明部はもう陽明秀の部活やん僕陽明部を見てる人初めて見て。ああ、そらそうでしょう。そらそうでしおじいちゃんとかおばあちゃんが見るもんやと思ってたから陽明部って。おばあちゃんとか落語と陽明部はおじいちゃんとおばあちゃんが見るもんやと思ってたから、あのちっちゃいさこうショットグラスみたいなそうやつが付いてくるんですね。うん。 それをこう装着して装着見るのね<着>あのショットグラスをねショットグラス、うん、気持ち悪いことしてるよ,い,てるよ <laughs> いやーあーあーもう僕もこの辺でもうやりきっ,たと思ってと <laughs> <laughs> 全然やりきってないよもう <laughs>、はい、あとは山口君好きにしたいんですけどね ずっとアイドリングトークしてるよ <laughs> いやどうです<え>見ます見ますよ、うん、じゃあなんならねもう今もうこ,のこの場でね自分の,の YouTube アカウントみたいなとこう照らし合わせて、うん、チャンネル登録ねどういうのしてるかねうう動画を見てたりチャンネル登録してたりするってか本当にそれこそあれですねこうなんかえアルゴリズムがやっぱこうしっかりしてるからこう、うん。 本当にパッと開いたトップの画面で自分が気になるような動画とかがねあ<ー>んこう確かにおすすめ表示されてるというかいやそうね僕はねあのポケモンの実況プレイがトップに今出てましたね僕は今出てたのはン、ね、ええー、何で,、ねうん、ですかそれ <laughs>、えー あとモーニング娘。のすごいフィーバー出てますね。あとバキバキ童貞のチャンネルが出てますね。僕は結構ゲーム実況とかのチャンネルとか e スポーツプレイヤーのチャンネルとかを登録してたりとかあとガジェットとか。 ガジェットとかはいはい、はい、のめっちゃガジェット紹介動画見てたイメージありますよ、うん、あとまあ楽器レビューうん、うん、楽器屋さんとかのう、ねうん、そうそうそう商品紹介系のねやつとかを登録しててで僕はあの登録はしてないんだけど、はい、たまになんか開いちゃうからおすすめにはよく出てくるっていうので「ジャンプの。 反応まとめみたいなはいはいはいありますねやつなんか登録するのは尺なんやけど気持ちわかる今週の呪術回戦マジで面白かったなみたいな時とかにみんなはどういう感じでそうそうそうその反応まとめみたいなのを やっぱまあツイッターで調べたりとかもするんだけどうん、うん、ああいうのってこうやっぱネタバレ気にしてつぶやかない人もいるからそう,、ねうん、そういう掲示板のまとめみたいなやつの方を結構見ちゃう確かにねそういう動画やとちゃんと開いて集まってくる人たち、ねうん、そうそう,そう,そうそう。あれがツイッターと,かと違って偶然出っくわしたりしないからい山口君はそう,うアイドル系のやつとかが結構多い感じいやそれがねそうでもなくて、うん、まずはまあ好きなアーティストとかのこう 公式のね、オフィシャルの PV 上げてるうんあ、そうか、あのボイパとかも好き、ね、そう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 そ,うは、ね、でそれ以外は、うん、あの、まずあれね藤原超合金ねうん。なんああ、そうか、あの藤原の YouTube チャンネルかあ、うん、藤本と原西の YouTube チャンネルはい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 、はい、ちょっと藤本はちょっとあの、なんかねややこしい感じになっちゃいますけどあ <laughs> て逃げして、今活動しはい、はい してますあとあれはそのあたりでいうとざっくり YouTube もね小藪フットボールアワーと千原ジュニアの4人でやってるそれも登録しますだからそのですね。おじさん系の芸人とかその流れでいうとシミケンチャンネルもね YouTube やってんねやシミケン知らんかったその流れでいくとあとメンバーもやってますねメンバーチャンネルメンバーってす。 出囃子が鳴り終わらない歌ネタわわ知らん出囃子が鳴り終わらないですねっていうのをずっと「ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃん」っていうので流れてるのに合わせてリズムを合わせながら漫才をやるっていう <laughs> はい、はい、へえわ知らなかったぜひねメンバーチャンネル面白いんで,で、ね、んあのメンバーチャンネル YouTube にすごい全振りしてて歌ネタなんですけど、うん 歌ネタの,その自分たちの持ちネタメンバーチャンネルの,その歌ネタをなんか作業用 BGM 動画作りますみたいな24時間耐久動画みたいな上げますみたいな12時間12時間,12時間で,でそれがただ単にその収録した動画をループさせる動画じゃなくてマジでそのコンビの2人が24時間ネタをやり続けるっていう <laughs> 恐ろしいカロリーすごいな。途<中>休憩ないの途中あ、さすがに休憩あるない。ないマジでずっと歌い続けてて <laughs> だから片方がトイレ行く時は声だけ残ってて、うん、もう片方がずっと降り続けるみたいな、うん、はい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 で途中2人でご飯作って食べたりとか。<laughs> ネタのやり取りし続けながらそう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 いうことはしていくんやでだんだん声も枯れていったりしてすごいなんかパワフルな動画が多いんでぜひちょっと見たくなる見てくださいあとはまあ知り合いのあれですね、うん、なんかチャンネル知ってる人たちのちょっと動画上げてみましたみたいなチャンネルと、うん、あ,あとプラス、うん、この僕が押していきたい、うん、クイズ系のチャンネルで。 クイズノックとか結構だいぶ有名ですけど有名ですけれどもクイズノックではなくカプリティを私登録させていただきますあとその他の投稿っていうチャンネルもね登録させていただありがとうございますありがとうございますそんなもんですねだから y ー u ー u b らしいユーチューバーはまあまあまあいない確かに僕も見てる中でそのユーチューバーっていう その肩書きがつくのは、まあ、ガジェット紹介系の人くらいかもしれないですねグループユーチューバーとか、まあ、そのソロでやってる人のやつとかは登録ヒカキン以外はしてないのヒカキン全部見してますからねやっぱりヒカキンはねやっぱ登録しとくかってなりましたね。うん、だから僕はそれで言うと YouTube で生きてる人をあんまり登録してないかもしれないもともとの本業があってそれを YouTube でやってるみたいな人たち芸人さんクイズサッカー、うん、アイドルとかビートボクサーとかそのばっかりですか、ね、そうねそうじゃあまあそんなにこうずぶずぶの YouTuberYouTuber として生きてる YouTuber 詳しくない僕らですけど、うん じゃあそんな僕らがユーチューバーとして何かするならどうするかっていうところよね。だからなんかあれよねそのユーチューバーらしくなんかこう「あのえっ小西ですよしです!<ー>」すみたいな挨拶ね「<laughs> <laughs> なんとかです!」みたいないうのああいうイメージのユーチューバーになるのってあんま想像できないよ、ね、まあ確かに、うんかかそれこそえね、ー。 コムドットとか,うか特徴的ですようんいろいろとグループいますけど、うん、だから2人組ってのもちょっと珍しいのかなあ確かに、ね、そうね2人でやるってなるとね結構大人数なイメージが多いですねかもう、ね、1人か。 やっぱコンビってむずいのかね、うん、馬力的に確かにね、うん、間を埋めたりとかそうねだからよっぽどやっぱ,、うんやっぱ こう相性のいい2人だったりとか、うん、よっぽどこう場の回すのがうまい2人じゃないとそう、ね、なかなか成り立たないかもしれないですね。んかこうゲームをやろうみたいな時とかも、うん、ボードゲームとかああいうのもやっぱ人数が56人いてた方がねやっと盛り上がりますわ。ねできるみたいなのあるしね。 やるってなっても2人やったら全然つまらんもんねババ抜きもね確かに七並べとかああもうつまらんそもそもトランプを YouTube に上げるのはつまらんね確かにねみんな知ってるもんねだからチェスとか将棋とかしかできないですよそうです僕らがゲームやろうってなった確かにそれかまあ一対一マンカラマンカラね遊びたいぜんのね いやだからそういう感じで2人でやるっていう時点で、うん、ちょっとハンデがねそう,そうなのよ僕ら YouTuber になりたいってなったとしてもできることのね限られてるうん制限が結構あるのよねサボテンぐらいしかできないですよだからこうやってサボテン組体操膝の上に組みたいの上にね 全然あの形がパッと出てこうへんかった踏みたいそうね <laughs> サ,ボテンサボテンっていう名前ないサボテンしかサボテン動画しか上げれないよこのままじゃあ <laughs> まあでもサボテンやってみたは前代未聞かもしれない、ね、確かにうん、うん、ま,まず挨拶して「誰だ誰だつって今回は「サボテンやってみた,ってみた」っつって <laughs> せーのはい「登録登録」登録登録 <laughs> そそれはそれはでいいいかもしんないね,確かにね30秒ぐらいの、うん、ショートな、うん、ショート動画としてではなくじゃあそ5分10分ぐらい,いや15分ぐらいかな最近の動画15分、うん、30分ぐらいやりそうなあの挨拶とかエンディング映像とかがあるけど、うん、実際の企画を実践するのは多分1分ぐらいで終わるみたいな。あ そうそうそうボケをやり続けるっていうのは結構いいかもしれない僕もそういうのが好き見る側もしょうもないけど別にそれに乗っかってるというかそうそうそう23分も撮られへんしなるほどまあ見たるかみたいなそうねだからあれですわこの今のまあライブ配信もはいはいはい やっぱそういう僕たちのこう個性というか、うん、こう趣味趣向思考が出てるからなのか、うんうん、えまあ1時間半2時間ぐらい放送やってるけどあそう、ね、一番ちゃんと面白いところって言ったらまこう最後の1分2分ぐらいしか <laughs> <laughs> 終わりがけにアクセル踏むことあるしだからまあ今回のね配信もね今聞いてもらってる人がいるかもしれないですけど、うん。 もう本当23時手前の57分ぐらいからやっと面白くなりますんで <laughs> そ,う、ね、そこを期待してもらったらいいかなというう思いますねだちょっと皆さんがどんな動画を見てるかとかどういうところあのチャンネルをおすすめしたいかとかもなんか知りたいですね、うん、こういうのやってほしいとか私はグラビアアイドルの動画しか見てませんっていう方がね <laughs> そうね、いらっしゃるかもしれない参考になるかしらグラビア動画サウナ動画しか見てません,んまあ2人でサウナ行く動画を上げてもいいけど確かに <laughs> それかまあ撮影できるかないかうん2人でサウナで全裸待機、うん、<laughs> あのちっちゃい画面で <laughs> そうもうずっと汗かきながらそうね、うん 3時間ぐらいあるよあれ敗者 <laughs> 復活とかを見てたら手間つらいなそいつのジリカピナル <laughs> セットフリーフォースシングル自由になりたい各サブスクリプションサービスにて好評配信中 ここれれそそねコーナー的な感じでねこれってもしかして僕ら騙されてるんですかみたいなのがあったら全然僕らはねもうこの委員会へのお便りは今後いつの放送でもお待ちしております皆さん聞きましたつまりこれコーナー化するってことですよそうですよ今回面白くなかった分を自習以降で取り戻します企画のリボ払いですこのだんだん面白いところをね作っていきです そうですよ。すみません、一括で、一括で笑いをお届けできなくて、ごめんなさい。<laughs> 小西と山口のうたため。山、頑張っていきましょう。はい、やっております。はい、やっております。小西と山口のうたため。うたため。うたため。<laughs> 歌をためちゃったよ。<laughs> えー、シャープ七十四。え,え <laughs> なんか変なこと言いました。<laughs> うん。えー、<laughs> え。と、シンプルな運いただきましたけれども。 今回はね74回目の配信ということでお祝いにですね山崎正義さんがかけつけてくれてます74関係あるあの人というのは冗談でですね YouTuber になりたいよというテーマで配信をお送りしておりますこちらでちょっとお便り紹介させていただこうと思いますありがとうございますラジオネームいちごぷいぷいちゃんからのおりいちぷいちゃん本当に 以上でございますお前らほんまに YouTuber なりたいんかと疑われてるわけですね実際どうですなりたい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 まりマジやマジやめちゃくちゃなりたいやなりたいん新しい商品買ってすごい食い入って箱から開けるだけ中山浩太や猿でもかけるできる金金儲けなりたいですよ 化粧半分落とすだけ <お前 S 1> <laughs> なりたいですわ YouTuber <laughs> ーーになりたいですわいやでもそのあれよね努力をしなくていいな、うん、<laughs> っていうことでしょしい,い,いやいやそんなことないですよなるために努力を惜しまないし,してやるぞっていうもちろんじゃあもう俺が、うん、ちょっとマジで二人で YouTuber なろうって言ったら、うん ややっっててくれるることもう全然やる <laughs> 小西君とならどこまでもいけるあなんかバンド組む時みたいな熱さがあるなあ <ー S 2> <laughs> もう本気でなりたいですよ僕はもう本当に。<laughs> すごいなななんならね僕はもう僕がねその、うん、YouTuber になって、うん、なんか名を知らしめたいとか、うん、その稼ぎたいとかね、うん、そういうことではないんです、うん、ああなるほど何よりこの小西君の才能をみんなに知ってほしい <laughs> <laughs> いやでもそれはあの僕もねあの言ってるんですようたたねで動画を <laughs> 上げたいみたいな生配信だけじゃなくて収録して動画をやりましょうみたいなのをやりたいですっていうのをずっと言ってたんですけどそれで言うなら僕はずっと山口くんの街ぶらロケをやりたいっていうのをずっと言ってたんですか僕は山口くんに出てほしいのフロントマンとしてなるほどねバンドバンドだとしたら、うん、そう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 ボーカルは山口くんにやってほしいみたいな,な小西く、うんはもう後ろで。

革命をじゃあこれ当本当ですというお答えです。ね本当です。続きまして、ラジオにもいちごプいプちゃんからのお答えです。いちぷいは犬ころになって年1、2ぐらいで投稿されて名をはせたいな。犬ころって何え犬ころって何犬ころは犬の。 中でも犬のコロシアム。高瀬戦い合わせるね。刀剣。違いますよ。犬のコロンビコロッケです。あコロかぶっちゃって。犬の。勝手に勝手におかわりしてしまっ犬のコロッケです。犬のコロッケか。犬のコロッケになって1、2年後に評価された。そう。あじゃ地元で愛されてきてたけど。すごいあの犬の割には物まねうまいなって。 あそういういことコロッケってそっち揚げ物じゃなくて犬界のコロッケ携帯模者すごいなーってなるほどねあ犬のうちでやっぱ評判を集めて12、うん、年後ぐらいに人間が「待ってこの犬すごない?」みたいな感じになってきてそうですよ すごいなこの犬ティラノサウルスとかもできるんやあやっぱ動物のねインコの鳴きまねとかもできるや<う>このワンちゃんみたいな吠えれるだけやと思ってたらピピ,ピピピみたいなそうそうそうすごいねえじゃあ宇多田ヒカルとかも <laughs> すごい幅広いね <laughs> 幅広いよ犬ころだったらすごいよね犬いのコロッケ犬いのコロッケもうだから犬が邪魔になってきてるもんねそれはねねそそね確かに犬であることがスタジオとかちょっと招待できるかわかんないもんねそうで食べ歩きもできるそっか90円大体そっか大体90円それはやばいなお肉屋さんで売ってる犬ころはちょっと そう有名になり始めたらやばいね。すごいよもう。うん、もうこぞってみんな行列をなすでしょうね。名をはせるでしょう。まず犬にならなあかんけどね。ね大前提犬ころって何？<laughs> 犬こって何？<laughs> 犬ころって何？犬,て何犬の中でもコロっとしてるやつ。犬ころになってって何？なんかあるんですか？犬ころ。いやだからまあ愛称じゃないですか。 あ犬頃になってってことそうワンちゃんになりたいみたいなことそう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 ,そう <laughs> まあイチプユプユをいちプユっていうぐらいのいちプユですからだから飼われてるワンちゃんの動画とかあるじゃないワンちゃんを飼ってる人は嘘とか、ね、そうそうそう、うん、ペットの動画をあげるみたいな、うん、それが12年後めっちゃ人気になるみたいなカー、うん、そ,それでちやほやされたいみたいなのもねカーですようん ずっとちやほやされてるけど、うん、動画が上がる頻度が単純に12年12回ってことだあ年12しか動画は上がらんが上がったらもうそれはそれはなるほど、ね、バコンバコン収益がっぽりがっぽりだよ <laughs> それはちょっとかっこいいな、うん、確かに、うん、その毎日投稿とか毎週とかじゃないのに、うん、言ったらみんな待ってるってことでしょそうね チャンネル登録もして、ね、ブイチューバーの波止場継ぐみたいな。<ー>全然更新されない。全然なんか公式情報とかも、全然出してないな。はいはい、なんだけど、いつあげますとか。動画が、なんかもう、十年ぐらい、前からあるんだけど。うん、まだ、十本十五分ぐらいしか出てないの。え。 でもう34か月に1回とか2年に1回ぐらいの不定期なペースでなんか1分2分とか30秒ぐらいの動画だけを上げてんねん,なんか歯を磨いてるだけの様子とか存在してるそんなやつんそ,うそれがなんかカルト的な人気を、ね、持ってるのよそのすごいほんまにいる キャラクターの一瞬がたまたまま出回っなるほど、ね、そんな感じになってたりとかなるほどそういうコンセプトで何か,そうなんかこう鏡かて髪をこう前髪直してるみたいな面白い30秒ぐらいのやつだけが2年空いたと思ったらそれだけ投稿されて、えー、また1年音沙汰なしみたいなすごいなそだからちょっと VTuber やとわからんかったけど、うん、だからライブでたあバンドマンで例えると「うん」 1> もう年1、2ぐらいしかライブせえへんけど、うん、も,うすもうパンパン、毎回パンパンンに埋めるね横浜アリーナ、パンパンいい、うん、それかっこいいね、うん、埼玉スーパーアリーナ、パンパンパン、<laughs> 武道館、パンパン、枚 <laughs> 方市民会館、パンパン <laughs> パンパンって言われるときって、大体どこも埋まってるときにしか言わへんから。<laughs> そ,あんま、そのその場所を埋めた凄さみたいなあ,あ,あんま分からへんねんなうんだから多分もうどこの会場でもあの「パンパイアあ師匠 <laughs> よかったパンパイアすごいなえ今度武道館とかも師匠どんな感じですかチケットうんパンパイアあよかった <laughs> 入ってるわ、うん、パンパイアち,ちゃんと入ってるみたいよかったえじゃあヤンマースタジオはどうですチケットの感じ あは <laughs> 入ってないみたいやヤンマースタジオははいこんにちはあんま入ってないみたいです <laughs> 濁されたお早すぎるこんにちはで師匠の <laughs> へーこのねしょうもない巨人さんの名前が大好きですよ <laughs> 続いてのお便り紹介させていただきます、はい、ラジオでも上品二郎からのお便りでございますコリッさん山口さんニノルマークスの皆さんこんばんはこんばんばはお便りの最初にはいつも、えー、これなんだ時,時効 うん、の挨拶のような感じで近況などをつづっていましたが、うんうん、今日は15分考えても書きたいことがなかったのでご挨拶なしでこのまま始めますそれでいいのよ別に始めますことをお許しください <laughs> 通してるわけじゃないんだから私、まあ、そもそもこの謝罪文がもうねそれになってます <laughs> えー、今回 YouTuber ということなのですが、うん、YouTube は普段筋トレ動画しか見ないすごいですね キントゲ動画くらいしか見ないものですから、うん、浅い知識にはなりますがお二人にやってほしい企画を送ります、うん、ありがとうございます、えー、まず一つ目旅行系旅行ね なんかサイコロで行き先決めたりとかするやつで観光地とかの行き先よりも車の中とかサービスエリアでの行動が面白いやつああそうねそれ道中目的地というよりかは道中のやつ続いて散歩系使えるお金を決めて地図とか見ずに知らない街を歩いて海とかを目指すやつああなるほどミッション系ですね旅行とはまた違う え続いてお役立ち系、うん、あたかも役に立つ情報かのように当たり前のことや詐欺情報などをえ立派なスライドでカメラ目線で説明しながらヘッドホンをつけてドヤ顔するやつ、うんうん、ああなるほどね。 なんかこうさっき言ってたような小西君の,のガジェットレビュー系とかとまあ若干近いけどそれがもうはったりみたいな中ばそれがこうコントになってるみたいな今回紹介するのはこちらってつまようじ、あのー、をずっと15分間説明してるみたいなねすごいですよね、うん、ケースすごいこうあ マット加工で汚れがきづらくなってますねここのね底のところにね穴が開いてないメーカーのやつもあるんですけどこれ穴が開いてるから蓋を閉める時に空気がスーッと抜けてスムーズに開け閉めできるんですよみたいなこういうミニコントねずっとやってるみたいなね続きまして論破系リスナーから届いた相談に対して論破するやつああこれはじゃあ騙されてるよ委員会的なやつのちょっとこうコンセプトガチガチコント系ね どちらかというとね、ああのそれこのひろゆきとか、そういう最近、切り抜きとかでも多いよな、ブチ切れ宇治原とかもそういう、あっち系ですわ。続きまして、うんえー、詩人逮捕刑 <laughs> 最近、逮捕されてたけど、えー、警察には捕まってないけど、悪いことをしてる人を捕まえるやつ。うんうん、やってほしいか、俺たちに。<laughs> <laughs> 間違えてやってほしい企画じゃないものを送ってしまいました。うん、<laughs> よかった。失礼しました。うん、見なかったことにしてください。小リさんと山口さんでシンプルにコントや漫才をしてみるのはいかがでしょうかうん。ふう。<laughs> ここまででお分かりの通り、今日は何にも浮かんできません。うん、<laughs> 結構あげてたけどね。お便りができない日だったようです。12月に入ったからかな。しばだし。うん、こんな時は無理せずに。それではおやすみなさい。お便りするぞと思ってお便りしてたんや、今まで。<laughs> しかも,もう最後おやすみなさいで締めくくらい <laughs> これが今届く頃には寝てる気がしますけどこれまあでも旅行系はね、うん、さっき言ってたように旅行系とかお散歩系は小西君の,のロケというか、うん、そうしたいしたいってね、うん、前から言ってましたからねやってたやつです このあたかも役に立つそういうレビューとかのようなことを当たり前のことをその仰々しくやったりとか詐欺情報をやるとかみたいなのは僕もねやりたい系に入ってましたこういう動画ミニコントみたいな感じでやるのが。 いやそのまず、まあ、このお散歩系旅行系は、うん、あの実際にね、そのうたたねメンバーでもやりたいねって話をしてて、まあ、さっき僕が言ったような町ぶらロケみたいなのもそうですしです、ね、あの旅行したいよねっていうのをディレクターのたくみさんも言ってくれてて。温泉行っったりととかちょっと別の場所で やっぱその行き先でどっか観光する紹介するとかいうよりもその道中とかちょっとまだかこう、ね、修学旅行的なその空気感みたいな、うん、そういうのじゃないかみたいなねかだから寝る時にねこう電気消して「うん、もう寝た?」っつってああねすすす好きなあの宗派とかある <laughs> <laughs> 聞きづらいもんな。修学旅行の、普段は聞きづらい。修学旅行の夜だからこそね、聞けるね。支持政党どこ？聞けない。聞きづらいね。聞きづらいな。これでね、もしね、なんかね、創価学会で公明党とか言われたら、もうね、今後の付き合い方をね、考えていかなければない。そう、あ、別にあの悪く言ってるわけじゃないですよ。付き合い方を考えていかなきゃいけない。それぞれがそれぞれのね。そうですよ。やっぱりね、変にこう。 ぶつかり合ってもダメですから。まあでもそうね。でも修学旅行はそういう話で盛り上がりましたね。盛り上がりましたよ。本当ね。夜間にねなんか隣の部屋うるさいなと思ったらね。暴動が討論になってね。そうそう。続いてのお便り紹介させていただきます。はい。ラジオネームおもちちゃんからのお便りでございます。ありがとうございます。ムツキさん、山口さん、ニドルワークスの皆さん、こんばんは。こんばんは。急に寒くなってきたけれど、お元気ですか？ お元気ですよかった、うん、今週は YouTuber がテーマですが <laughs>、うん、私は東海オンエアが大好きです、うん、王道ですねこの話は確かに特に展開はないのでこの辺で 2>, <laughs> <laughs> 2人にやってほしい動画、うん、というかどうせなら自分じゃやりた,やりたいけど、うん、あやり自分じゃやりたくないけど見てて楽しいことを言ってやろうと思うピンポン玉を遠いところから紙コップに入れるやつとかああの海外の 人とかがよくやややってるるつつね、うん、こうチャレンジするやつ、ね、ハンガーを投げてうまいこと物干し竿にかけるやつとかうん、うん、地味なんだけどめっちゃテンション上がるチャレンジのやつやってほしいですもうトライ300回とかしてきれいに入るやつね見てるとすっきりするよねあれ、うん、完全にやる側の気持ちは無視してお伝えします 2>,、うん、2人の気が乗ってみたら動画撮ってみてねお便り読んでくれてありがとう、うん、そろそろ餅つきシーズンつきたてのお餅が食べたいな <laughs> なんかこうなんとかちゃん系はあのー、なんかこうスタジオからお届けしてるし <laughs> 感じになるんかななんかね緩やかにお二人ちゃんもルちゃんもねすごいなんかすごいほんわかとした締めくくりでしたけどいいでねであの確かにああいう何千回トライして、うん、やっぱね,ねそう見る側はねダイジェストだからね、うん いいんだけどでもあのテイク何百回とやってるトランプをペッて投げてさきい,はい、はい、キストンと刺さるとかさはい、はい、ああいうのをやってるさ海外のさこう、ね、2>, 2人組とかさ1人かでやっててさもう何百回やってならへんからもう流れでこう惰性でこうやったりしてんねやけど、うん、こうもう本当絶対もう入らんみたいな疲れ切った顔でやってんのに。 ストンって成功した瞬間にうおっって一気にねテンションが上がるいい、ね、あの感じはやっぱいいですよね、うん、であれプラスやっぱそんだけテイク重ねてるから、うん、たまに思い描いてた成功ではないけどうん、うん、すごいなんか珍しいことが起こったみたいなさっきので言えばトランプがこう、うん、例えば箱の中に綺麗に入るように投げるみたいなやつをやりたかったのに トランプが全然違う方向を行ってなんかたまたまこう机の木目に挟まったみたいなあ<ー>アクシデント成功みたいないもたまにあったりしてだから普通に成功するのでもプラス据え置きで動画作れるし、うん、そういうちょっとしたアクシデントのやつも撮れるし、ねうん、NG 集もねそれで撮れますからテイク重ねることで何よりねおもちちゃん、うん、鋭い<お>僕ね こういうい動画やりたくてしょうがないの <laughs> やりたかったたんややりたくてしょうがないやりたくてしょうがないの証拠として、うん、僕家にねピンポン玉50個ありますマジで証拠なんかなそれ <laughs> やろうと思ったけど結局、うん、まあなんかね、うん こうそもそものアイデアをどうやって入れるかみたいなアイデアがなかなかこう考える時間がかなどこからどこを反射させてみたいな難易度高そうな設定みたいな、ね、そうそうそうあんまりねまねすぎてもダメだしみたいなのがあってただただそのピンポン玉50個は未開封のまま今 <laughs> 袋に入ったまま眠ってますけれども <laughs> 50個もいるんかな <laughs> だからあれね逆にね、うん いっぱいあった方が、こう惰性で投げれるの。ああ、なるほどね。そう、そっか、拾ってっていうのをやってると、逆にもうすぐにうす、ね。だるい。そうです、ね、だから、五十個とりあえず投げて、うん、全部まあ、五十個で入りきらなかったら、もう一回五十個拾って。もう一回やるみたいないい。あもう、本当に、結構、本気でやる気で。そうです。あれしてたんだ。そう,そうなんです。うん、で、なよりね。トランプ投げも、僕もっとマジシャンですから。ああ、そうか。トランプ投げはもう、任せてくださいよ。<laughs> トランプ使ってました。もちろん。 バリバリ使ってましたし投げてましたしあ投げてた投げてましたじゃあもうお手の物やねお手の物でございます投げましょう投げましょう投げねピンポンもやるしまた投げに行きましょうそうですあれき合っとあの僕投げに付き合ってくれるまたあの投げ行きましょうそんなやつおら何が楽しいねん後輩と めっちゃ投げやすいトランプ見つけたんで、ちょっとそれ投げに行きましょう。居酒屋すごい今日、居酒屋に絡めてくるね。年末やからあ、そうかもね。そろそろ。忘年会シーズンに突入しますからね。居酒屋に行きたくなってるのかもしれない。ぜひ、小西君をね、忘年会に誘ってあげてください、皆さん。はい、誘ってください。よろしくお願いいたします。というわけで、お便り以上でございます。 えー、後半戦もねお便りお待ちしておりますおお待ちしておりますぜひリアルタイムで今のうちに送ってみてください、はい、まあいろんなねお便りいただきましたけどね、はい、まあやっぱりね僕そのあれですゲーム実況をゲーム実況やりたいなっていう気持ちは、はい、っずっとちょっとあるそうね何より手軽に始められるしう,ーんうん まあ,あれもなんかこう機材がないとあれだったりとかっていう面倒くささあるんですけど、うん、そうでもね一回山口君と一緒にあのー、<男> PC ゲームのそう壺男っていう、はい、壺に下半身がはまっちゃった男がハンマー一つでこう崖を登っていくみたいなゲームがあるんですけど、はい、すもうあれをちょっと配信でやったかなぐらいやったぐらいですね。うんいやだかからねなんかこう ろうなんやこうちゃんとストーリーを追ってく系のゲームを山口くんとやるみたいないうのはちょっとやりたいなーってのは思ってるんですよ、うん、僕もね、うん、思ってる <laughs> なんかあれだな俺が思ってるよりも何倍も山口くん YouTube やりたかったんだねそう <laughs> ごめんね気づいてあげるて <laughs> <laughs> そんな YouTube やりたい人だったんだ末置いた、うん、末置いてみたかったんだ置、ね、きたかったんだそのやっぱライブ配信ライブ配信ってやっぱり、うん、あのー、ぶうん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 うええー、だからこうやっぱりねやっぱあらが出ちゃう 収録の良さっつったら編集ができるところ、うん、<laughs> なんか生意気なこと言ってますけど僕はねやっぱ本当、うん、あのやっぱ切り,切り抜いてもらってこそ、うん、あの良さが出ると思うんで、ね、<laughs> 舞台役者やってたんでしょから <laughs> <laughs>、まあ、生を生かせよ <laughs> 元舞台役者よ <laughs> <う>その力を培ってきたんちゃうんかグぐーの根も出ない <laughs> 本当にびっくりしちゃった今ねえ半の余地なしうん <laughs> びっくりしちゃったよねそっちでしょあなたの本領 <laughs> いやほんとそうですわあまあでもねそのそっち側をやりたいという気持ちもあるってことねまあそうですうんないものねだり的な側面もあるかもしれません 統計もやっぱその普通にそういうのが好きだから、まあなんかこう紹介するの楽しいやろうな。みたいないう気持ちもあったのよ。だから、そのさっきメールで上品次郎かな。送ってくれてた。その別に新商品でも革命的な商品でもないものを紹介する。youtuber。 っていうのを、まあ、本当に言ったらコントみたいな感じでやるっていうのは結構楽しそうだなと思ってる、うん、今僕も実はまあそれ一つ構想としてあって、うん、ちょっと若干ずれるんですけど、うん、あの最近のアダルトグッズってめっちゃスタイリッシュじゃないですか。<laughs> あまあそのものによってはね天ガとかも結構そのデザインね天ガをすごいリスペクトしてそう、うん、だからアダルトグッズというよりかは最近の天ガの商品ってめっちゃスタイリッシュ、うん、なんか女性用のやつとかも可愛らしい色派、ね、とかねそうそうそうだあれってちょっと頑張ったらパソコンとかのガジェットとかにまあ見えなくもない <laughs> あうそ,そんな感じのスマートさ、ね、そうそうんかこう触り心地のマットな感じとかも だからあのパソコンガジェット系の商品 V 的な編集で天下とかのシリーズの商品をレビューするみたいな動画をちょっと撮ってみたいなっていうのがああでもなんかそれは普通に面白そうやってる人いんのかな,なんか探したらいそうな気もするけどそ,の、まあ、それってそのガジェット系の。 ようなパロディ的な雰囲気でやるっていうのもそうなんだけど普通にでもその商品とかのレビューもすご、ね、商品もいいですからちゃんと、うん、でなんかさそういう言ったらアダルトグッズって分類されるもののレビュー動画ってなんかちょっとそのエロ要素で売っていくようなやり口になりそうというかうううちょっと下品なね言っちゃえばだからなんかそこを別に 出す必要はなないいじゃないマジでガジェットとして、うん、<laughs> ガジェットとしてねそうガジェットとして、うん、そのバイブとかを、うん、真剣にレビューするってことね真剣にレビューするっていうのを一つ構想としてあったんですああでもそれは割となんかいい気しますねうん、うん、こうなんかね、うん、なんか構造は面白いけど その映し出されてる映像はめちゃくちゃ普通っていうパロディだからこそだから別にそこでこうモザイクかけて実際にこう見直すみたいな映像とかを入れる必要はなくてそうもう言語どうなんですか、うん、持ってろか本当にもうデスクの上でそうこうカメラに映しながらそうそうっていうこういう工夫がされててみたいなのを真面目に話すみたいなねそう,そうこうねこの,この辺にこうすごいあの、うん 白い線とかのシュッっていうモーションとかのこう <laughs> 映像を入れてガジェット系の YouTuber がやりがちなモーションとかを入れて 3D 構造みたいなのが出てきてうこうあの断面図の画像とかこう編集で出てきたりとかしてみたいな,なパターンのやつとかいろいろいやでも割と普通にどんなもんなのかなって気になってる人もそうそう見れる、うん、いるだろうしね うん、で何より小西君はやっぱそのもう見た目の説得力がすごいですから, <laughs> だからそのどういうレビュワー,ーとしての僕がね今こうやって出てきてこの,言ったらまあこの間ね髪染めましたし、うんはい、はい茶髪でこの顔でこの茶髪で出てきてその天ーのね商品いくらパロディで真剣にやるっつっても。 まあんまり説得力がないちょっとふざけてる感が出そうみたいな逆になんかね、うん、逆に笑えないなんかそのあ<ー>パロディをやろうとしすぎてるのが読み取れちゃってでも小西君見てくださいこのすごいいかにもいかにもレビューしてそうなね<ー>本当にすごい冷蔵庫売ってそうでしょう。<laughs> <laughs> 本当にねシャツもお似合いで本当に。 いやもうねあのー、電気屋さんのトップセールス取ってそうな人たちでやらせていただいてますけど <laughs> そすよそ何より、うん、そのどっちの側面も持ってるっていうね若干その点が、ね、もう似合ううってい嬉しいのか嬉しくないのかよく分かんないですけど、ね、単純なそのガジェット寄りなんじゃなくて、うん、やっぱそのスタイリッシュなアダルトグッズが持っても似合うっていう。 あうん、これでが天狗さんの案件とかもねもそうですよ <laughs> 大企業ですから天狗さんあったらねで天狗さんはねうん、うん、結構いろいろなんかその企業コラボとかも積極的にやってて結構会社としてはすごいフットワークの軽そうな会社ですからうん、うんね、そうですそうですいいかもしれないですね ミニコント的な動画はやっぱ、うん、お互いにねこうなんかやりたい要素パロディとかまあそうね、うん、やっぱやりたい思いが強いような感じがします、ねうん、でなんか最初に言ってたそのサボテンやってみたの動画が30秒で終わるみたいな、うん、いうのって逆にその,あのフォーマットはちゃんとしてるのに中身も消しカスみたいなやつっていうその逆張りなわけじゃないですか。 ねそうやって収益化できないしだから面白いみたいなはい、はい、その無意味さみたいな感じだと思うんだけどその爪楊枝をレビューするとか、えー、どこどこの割り箸をレビューするみたいな、うん、もうどんだけ噛んでも出る味に限界があるみたいな、うん、<laughs> なんでもない商品を頑張ってちゃんとレビューして。 なんとか8分以上の動画にして収益化を目指すみたいな, <laughs> <laughs> ないかにしょうもない商品でそうそうそうどんだけレビュー力でカルピスのかさ増しどんだけするかみたいな。<laughs> <laughs> 薄めに薄めて1リットルまで増やすぞみたいなレビュー力が試されるわけですよそういうこうバキバキに増強していく感じのやつも逆にいいかも確かにこれ鍛えられるかもしれないですねいろいろトーク力もそうですしプレゼン力もそうです褒めれる場所を探すとか逆に単純に編集力もけきるだろうしね ここがもうちょっとこうしてほしいみたいなのをわざわざ見つけたいとかね。うん、それはちょっとやりたいよね。確かに鍛えられるね。だいぶユーチューバーとしての。だからなんかこう逆張りをしたいだけなのかもしれないけどね。それは本当にそうかもしれない。僕ら,ね、僕らはやっぱり流行に抗っていきたい。流行を小バカにして生きていきたいよ、ね。なかなか素直になれない。と本当に。<laughs> そうですね、気付いちゃったねうん,うんだからまあ TikTok 踊らない動画を上げるとかね <laughs> 確かにねうん何かもう本当なんか YouTuber になりたいっつって結局考える動画思いつく動画逆張りばっかりだったから、うん、もう YouTuber やめよう,おう、えー、ニコ生主になりたい <laughs> <laughs> 久しぶりに聞いたなニコ生主ってニコ生主になりたいよね、うんうん <laughs> これでいこうなりたいかな。<laughs> ここにマスクつけてね。<laughs> 鼻のところ今人いる？<laughs> あそこ。 と山口のの、ね、ディレクターの渡辺ですおうおう番組ではリスナーからのサポートを募集していますそうな番組ブログとして更新しているノートの、うん「気に入ったらサポート」から金額を設定いただけますフフフサポートいただいた方へは番組ステッカーをプレゼント僕の家であまり散らかしている履歴書用封筒に入れてお送りします嬉しい、ね、詳しくは番組ブログのノートをチェックしてミディアムリアに焼いてくださいどうです運動会好きでした運動会はね

白組なタマダイヤマ組モチいログミナイヨーってアカグミマダイサンシログミマダイヨーチテレンシログミ何イヨーチテないシログミナイヨーチテレン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 シロンシログミンシログミナイヨーチテレンシログミナイヨーチテレンシログミナーチテレンシログミナンシンシログミナイイヨーチテレンシログミナイヨーチテレンシログミナイヨーチチチチテレンシログミナイヨ 紹介させていただきます。ありがとうございます。えー、ラジオネームうんぬんさんからのお便りでございます。あ,ありがとうございます、えー。配信いつも楽しく見させていただいております。ありがとうございます。ユーチューバー会ということですが、うん、お二人はすでにユーチューバー的なビジュアルやキャラ設定をされているのかと思いますので、<laughs> でで,できてます。<laughs> できてるんですか。その気になったらいつでも慣れそうだなと感じておりますが、おそらくそう甘くないのでしょうね。そうねう、えー。個人的には。<laughs> 金玉千本くじのような <laughs> 大丈夫金,金,玉千金玉千本くじのような既存の YouTuber さんが既存なんですか <laughs> 金玉千本くじさんがいらっしゃるんですか <laughs> YouTube にあ、わかった金玉千本くじのような既存の YouTuber さんがやってるザというような企画、うんうん、はあ、ザなんとかみたいな企画を 金玉千本くじさんがやって「金玉千本くじ」さんが <laughs> いやいんの?「金玉千本くじ」っていう企画なんじゃないはあそうなのわかんないちょっと「金玉千本くじ」に造形の深い方 <laughs> <laughs> ちょっといらっしゃったら教えてほしいですね初めて聞いた金「金玉千本くじ」「金玉千本くじ」って検索したらなんか出てきますわんやこれ。 何『金玉千本くじ』って10日4エアとかも出てくる本当だいやちょっとでもこれあの見ないと分かんないですわその金玉千本くじ」っていう公式ルールみたいなあの文字しか書いてないサムネが出てくるんですよこれ <laughs> 何なのか全然分かんない「ザ・何」とか「ザ・何々」のような<あ>そういうのがあるよウィキペディアを渡辺匠さんが送ってくださいました「金玉千本くじ」うん「概要」 股間から出ている5本ののロープのうち金玉にくくりつけられている1本のロープを先に引き当てた方が勝ち <laughs> ああなるほどねはいはい理解しました知力、うん、気力、うん、時の運を必要とする新しい形のスポーツ競技 <laughs> スポーツって言ってますけどあれからまあこう ね、言ったらこうふんどししみたいなのがう、ね、こう何本も10本ぐらい出ててそのうち1個がちゃんと金玉に結びつけられてるからうるこうパンってこう抜いて外れやったらただひもがすっぽん抜けるだけやけど当たりいったらこうギューンとなるわけやうす,すごい痛みがくるわけですよ。 えー、金玉千国時のような既存の YouTuber さんがやってるザーというような企画や「これってかわいいですか?」のあのお二,人でお二人が外で何かにチャレンジしていくものが見てみたいなと思いました、うん、もしくはお二人ともお演技がお上手でいらっしゃるので<ら>ショートムービーやショートコントみたいなものもいけるような気がします、うん、あドキマキ山口実写 CM を見たいです <laughs> <laughs> まあ確かに映像として全部山口君なのはそれは面白い,いね、うん、制作側じゃないことをいいことにとりあえず願望を並べてしまいすみません、うん、ありがとうございますちゃんとね土下座の絵文字も送ってくれてます、うん、寒くなってきてますのでお体をお大事になってくださいありがとうございますありがとうございます、うん、皆さんね寒さにこうかなりいたわってくれてるような感じがありますけれどもうんぬん、ね、さんも、うん、あれですねやっぱショートムービーショートコントみたいなのがそうね そそれこそ前回そのジョーカーさんの動画を上げましたよっていうのをまあ話しましたけどやっぱジョーカーさん的なシチュエーションが決め合っててみたいなまたやりたいですねやりたいですね続いてのお便りラジオネーム腰カ陰か,からのお便りでございますちゃんみんな高評価とチャンネル登録よろしくねありがとう腰陰ちゃんだよ代わりに言ってくれた腰陰ちゃんは高評価とチャンネル登録をお願いしてる人はみんな YouTuber と 思ってるよああまあでもそうかもねうん金の盾欲しいよねわ <laughs> かるよ実家の100万人で100万人かすごいな実家のテレビの横とかに置きたいよね <laughs> でっかいねあの将棋の王将の駒の隣にねうん金の盾を置きたいね <laughs> 将棋のでっかい駒あるね実家とかにね今 <laughs> どきないけどね <laughs> 田舎の家とかあるねうん、うん 星かちゃんはあんまり YouTube は見ないけど、うん、一時期板橋ハウスの動画にハマってたよあああのルームシェアしてる人たちもね2人は知ってるかなうん、うん、一緒に住んでる若手芸人3人がキャッキャッとふざけていてとてもいいよ、うん、YouTube といえば友達の家に泊まった時に薄暗いエッチな照明にされて酒も程よく飲んで、うん、なんかいい雰囲気の中で永久に YouTube でおい,しんべおいしんぼのアニメを見せられて怖かったことがある <laughs> 怖いねそれはねごめんね関係ない話しちゃったねおいしん坊でいけると思ってたんかなそれはそれともその普通においしん坊を見たかっただけやけどたまたま部屋の照明がエッチだっただけなのかな確かにそれ,かそれもあるかもしれない 2>, <うん S 1> え2人が何をするのがいいか考えてみたんだけど2人はこのままが一番いいと思ったよ <うん S 1> <laughs> なえ、なえこのめ。<laughs> ずっと仲良くしなね。<laughs> バイバイ <laughs>、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いやお便りいただきましたけどね。ありがとうございます。はい、板橋ハウスね。いや言ったらまあでもジョーカーさんとかもまああれと同じようにこうルームシェアをしている中でのワルノリみたいなね,ね感じですからね。うん。 なんかやっぱあのくらいのこうちょっと緩い思いつきみたいなものがこう保存されてるっていうのはなんかいいよねうん,うんそうねやっぱりこう それが現代のだいぶ YouTube とか映像を残すことが当たり前になってきた時代だからこそね、手軽にできるような。だから別にそれがちゃんと受けるかどうかっていうのあそれは受けたらうしいもちろんいいけど、やっぱちゃんとね、俺たちが楽しかったっていうアルバムとしてねそていうのね、それも大事、それが一番大事ですよ、そんなら。 いやでもまあ、この中でいろいろ話上がりましたけど結構上がりました皆さんからも提案していただきました、うんまあ、やるんだったら「金玉千本子」時間をす嘘つけよ断トツ嘘つけよ、うん、今日初めて聞いたの <laughs> ウィキペディア出してもらわな、ね、あの分からへんかったけどねあとね不覚にも次回予定している配信があの全裸待機。<laughs> <laughs> そうね、全待機暖かく死なねって言ってくれてる矢先全裸で放送しようって言ってますからね、<laughs> 金玉を引っ張ろうとして、うん、金玉、引っ張んないですよ、あそ <laughs> 金玉、むしろ引っ張っちゃだめですから、危、うん、危ない危ないいそうそうそう。 まあ金玉温めながら金玉温めながらやりましょうか温めすぎると金玉はあんまりよくないですああそうかそうかそうか別に金玉について前向きに考えなくてもいいんでそう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 いやいろいろね思ってましたけどもあのまあサボテンやってみた的なしょうもない検証をやるみたいな案それと山口くんの街ぶら番組散歩散歩系の動画とかねあと旅行系とかね えー、それと、えー、ピンポン玉チャレンジみたいなね、はいえー、ちょっと難易度高い簡単な挑戦を成功するまで続けるってやつね、うん、そして2、えー、人でゲーム実況<う>ゲーム実況もいいね、うん、見ましたそして、えーまあ、当たり前のものとかしょうもないものを、えー、紹介動画としてあげるとうん、うん スマジレビューね商品レビューもいいですね、えー、そして、えー「テンガなどのアダルト商品の真剣レビューそして、えー「逆張り踊らない動画」あ<ー> <laughs> という感じでまとわりましたけども、まあ、TikTok を僕、はい、その「TikTok」あの「うたたねの TikTok が でできたじゃないですかそれに伴って僕もうちょっと入れたんですけどどんな感じのやつを出してくれてるのかなみたいになってんですけど、はい、今もうアンインストールしてしまっていて<ら>全く見てないしやっぱ知らないんですよ。ん,なんかねいや TikTok は本当にね 僕はね、なんかこう咀嚼しきれてないままずっと置いてかれてる感じしますね。なんだかんだ、そのインスタグラム。ツイッターやってて、インスタグラム出た時。いや、インスタなんかなみたいな、キラキラしすぎてさあとか、五つ,つも、まあ、結局、まあ、普通にインスタグラム使ってますよ。更新してるし。いろんな。やつ見てるし。とか、友達のストーリー見たりとかも。するんだけど。だから、インスタグラムの。あ、こういう。 楽しさね面白さね便利さねみたいなのはもう完全に分かってる噛み砕けてるうんうん、うん、TikTok はねちょっとやっぱパッと分かんなかったああ<ー>山口くんどうです僕はもうだいぶね慣れましたよあもう楽しみ方を理解できたうん、うん、もうすごいなんならねもうもう何でもいいんや もう谷間出して <laughs> 谷間出して、うん、まあそれなりにうまいダンスとかを披露したいよねで、うん、<laughs> もやっぱ t i k t o k e ってなるとやっぱそういう内容になってくるのまあちょっとこうセクシーなあれやったりとか、うん、単純にその手軽だからこそやっぱもう一瞬で目に留まるやつがもう、うん 価値というかあそんなカット編集とか字幕とかもそんなないのか TikTok は。いや字幕ぐらいはあるあるんだけれども何、うん、ちゅうのかねまあえっ、ー、とねこれがまあややこしくて、まあうん、パターンがあるパターンはあれど、うん、何せ、まあ、インパクトが YouTube 以上にめちゃくちゃ。 大事です TikTok ってあれ秒数制限どんぐらいなんですか、うん、あ秒数制限はね、うん、ちょあ去年ぐらいかな取っ払われてあそうなんだ長い動画もじゃあ一番それなりにりそれなりに、まあ、数分ぐらいは多分全然上げれると思います、うん、23分とか全然上げれると思いますうんただまあそのやっぱこう頻繁に流れくる動画とかはあのすごいもう短い1分にも満たないようなやつが多いですね 何よりプラス YouTube もそうですけどそれよりも多分そのさっき言ってたこうユーザーに合ったそのアルゴリズムがすごい TikTok はもうあなた、これ好きなんでしょっていうのがもうすごいビシバシと伝わってくるような感じがしますねこういうの見て暇つぶしするんですねっていうのがしがし。 なるほどね。だからもう動画 TikTok はもだからやればやるほど、うん、もうすごい自分好みになっていくとああなるほどねうううんうんうん、うん、あもうこれ興味ないですとかもう、ね、すぐねこう判断していやそうよななんかなら YouTube のショートとかでもあのー、なんだろうこうサビが落とされていく映像とかははははい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 、はい、<laughs> なんだろうなこうあの馬の め爪切りうんうん、うん、あるね <laughs> 動画とかスッキリするようなやつ、うん、あの油圧プレスで何かが潰されるやつとかああいう視覚 ASMR みたいな、うん、ありますありますああいうのって一回見ると結構流れてくるもんねそう、うん、そうなのよだからそれをまあでもやっぱり僕らがやるからには TikTok をもしやるとしても、うん、僕らがやるからにはやっぱ 流行りに対抗していいきたいよねやっぱり、うん、だからあ TikTok あ TikToker になりたいんじゃない、うん、バインをこのタイミングで始めるもうないのよサービス終了したバインを始めるのあの町はもうなくなったのよ6秒動画でおなじみのバインを今から始めるっやっていきましょうバイナーになりたい、うん、バイナーにはなれないのよ <laughs> バイナーになりたいのよ対抗していきたい、うん いやでも今回話した中でマジでどれかやりましょうやりましょう動画でやりましょうどれにするどれにする僕としては全部分かんなくなる旅行に行った宿で嘘の えー、嘘その天がのレビューしながら絶対に踊らない <laughs> 意味が分からへんであの金玉には紐がつながってる <laughs> 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 いやいいのよとどめの金玉千本くじは <laughs> それ全部載せてい,いきますかいや僕やるんやったら天がレビューかなおっ <うん S 1> やった小西君の何か ハマってくれたみたいで、そうその本気でやりがいのある、そうそうある、確かにね、と思うし、やっぱこれを機にやっぱその映像の編集とかもね、うん、ちょっとしっかりチャレンジして,みたいてね、チャレンジしてみたい、確かにね、だからそのこれは二人とも使うの？どういうことですか？そうですそのこう片方がえ使ってう <ん S 2> もう片方が みたいなっていうのをこう質問して言ったらまあその商品をまだ使ったことない人と同じ側にこうもう一人が立ってこういうのが気になるとかこう絶賛してる人の聞くとこういう心配あるんやけどどうなんそこはみたいないう感じのやつでいくのか2人とも使ってそれぞれの,その体感の差とかを出していくのか。僕的にはもうマジで あのガジェットレビューに全振りしたいんではいはい、はい、もう2人とも実際使って究極、うん、あでもそれで言うとあれかもしれないですねあのー、爪楊枝のやつと若干近いまあもちろん使えはするんですけど、うん、その何て言うんですかね半ば若干強引なとこがあってもいいと思う強引なところっていうのは そのガジェットレビューに寄せて何、うん、て言うんですかねこうその商品の見た目の話とかしてる時にうん、うん、その何だろうな振動、うん、振動を見て、うん、このブルブルしてる振動を見て、えー、あメーカーが例えば、うんえー、メーカーが言ってるような使い方だけじゃなくて。はいはいはい これこんな感じってことはちょっとまあメーカーさんはこうあの何か言ってたわけじゃないですけどこの商品と合わせることでこんなふうにも使えますよみたいなあなるほどねそういうちょっとまあ無理やりな無理やりというか、うん、あだからめちゃくちゃこうあの天外エッグの紹介をしてるとでこういう使い心地でこういうのがいいみたいな話をしている、うん 同じトーンの延長線上で,であの僕は電球が1個余ってたんでそれにあの天火エッグをかぶせて間接照明みたいな感じでも使っててこれはあのメーカーさんは別にそういった使い方を紹介してないんですけど僕の,あのトイレがある部屋とかの照明はううのあの裸電球に点火エッグでちょっと暖かい照明にちょうどいい具合になってますね、うん、みたいなういうのをやるみたいなそうそうそうめちゃくちゃ分かりやすくなるほどなるほいいですねそれもね それででいきたいですね <laughs> じゃあちょっとあの2人出てくるならもう本当に小西君をベースにして、うん、僕はそのなんていうんですかねいわばマネキン的な出てき方で出てきた方が面白いんじゃないかなっていう。マネキン的なその例えば、うん じゃああちょっとねまあ、半ばちょっとデモンストレーション的に、はいえー、ここにちょっとまあ模型があるんで、うんえー、ちょっとこれ使ってどういう使い方するか <laughs> あの実際に <laughs> <laughs> 動かしてみたいと思いますみたいな感じで俺はもう本当マネキンとしてえじゃあそれだと山口君バキバキに勃起した状態で映ってもらうことになって そこはまあ,あの例えば天狗エだとしたらさすがにねうん、うん、僕のものにつけるわけにはいきませんから僕が言ったらこう。ねこう なんうですかね、こ指でも何でもいいですわこうこうね机のこうこういうところとかにこう机に肘を立てた状態で指を上に向けてまっすぐこれを言ったらそのペニスに見立てて小西君がそうそうそうこんな感じでそうそうこんな感じで装着しますみたいな感じをそうそうそうみたいなこう真剣にレビューしてる動画でよ横で僕は。 真、まあ、真剣に真顔でね友達だからいるとか、うん、な知り合いだからいるとかじゃなくて本当僕はマネキンとしても体を貸してるだけもう表情一つ動かさず、うん、<laughs> っていうような出方の方がなるほどねそのパロディとしての雰囲気を壊さず2人で出れるんじゃないかなっていう。うーん <laughs> でもそれでやんのやったらさ僕が自分の手にやるのとそんな変わらんくない <laughs> <laughs> その失物でありたいのよねその二人で出るならあ<ー>お前じゃなくてもいいやんっていうのを、はい、わざわざやってるっていうねうそ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 うんですかテンガうッうがちょっとうそうそうそう

にその上から服着て大丈夫なのかなっていうの、えー、分からないのかなっていうの心配な方いると思うんですけど実際、今山口君が、えー、こちらの商品のビーズを肛門に入れた状態で上から服を着ているんですけど <laughs>、えー、ちょっとお尻見せてあげてもらってもいいですか。こんな感じで,です、ね、あの全然 アナルビーズをつけてまあもちろんこれが無理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 とこう出てきてしまうとえそれは当然あのちょっと盛り上がったりとかもするんですけどもえ基本的にこういった遊び方をする方っていうのはそこら辺をまあ,あの気を使ってえ気を張って装着されている方かなと思うので普通に装着している面に関しては一切外から分からないよっていうのこちらで分かるかなと思いますみたいなことだねそ,うそうですはい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 。 それをやりたい <laughs> マネキンになりたいここなるほどねあーそっかそれはちょっとでも面白い <laughs> かちょっとね小西に比べて山口楽すぎんっていう声が出てますけれどもいやでもそれはあのそ,それあれよそのなんかこう 喋ったりとかパフォーマンスしたりみたいな仕事量はこっちの方が目立つかもしれないけどあのカメラの前で実際にアナロビーズを装着しないといけないかもしれないっていうリスクはすごいでかいよ <laughs> 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 想像できてるか分かんないけど <laughs>。というか、うん、あれかもしれないですねまあそのもちろん実践もありですけど、うん、そのなんていうんですかねこう小西君に対して、うん、なんか。 裏ではないなんかそのもっとしょうもないやつでありたいってだからパロディっていうことを一つ外の側から見てるやつとかでもいいかもしれないですね副音声としてだから例えばちょっとあなんか最近パソコン買ったし なんかこのガジェット良さそうだな見てみっかっつってピッて始めたら小西君の動画が出ててそれに僕が副音声でえ「えこれて天か?」みたいなのをずっとこう外から当ててるみたいな役回りでもいいかもしれない何、うん、<laughs> からどんどん話が分かんなくなって <laughs> <laughs> そんなに <laughs> いやでもそのあそうあ陣内ともりメソッドで言う陣内ともりですわ、うん、私は <laughs> っていうパターンもいいかもしれないフリップ側を僕にやってほしいみたいなそうなるほどねいやこれはねあのー、ちょっと分かるような分かんないよ <laughs> <laughs> あれではあるんですけど、はい、いやでもやりましょうやりましょううん 点がでもがやりましょう。これでもいいの？それ僕がもしじゃあ、あのー、ピンクローターをレビューしましょうってなったら山口くんは肛門にローター入れないといけないんだよ。<笑><笑>ゃそのね <laughs> マネキンちょっと忘れてもらっていいですか？<笑><笑>ね自分が自分が言い出したわけですから。<laughs> ね、マネキンちょっと忘れてもらっていい,い？だからこれってあの電池切れた時とかどうなのとか。 なんかそういうの気になる方とかこれ電源こうどういったら感じで切れるかとかあのここのノブの,その回し具合硬さどうなのっていうのとかをこんな感じでっていう説明してる時とかに全然山口君の校門にピンクロータが入ったまま僕は全然動作確認をしますしでも <laughs> そこでは山口君のリアクションのなさこそが。 そのの動画の武器じゃないですかすごいぞあいつっていう <laughs> そこもその面白さの価値みたいなそれができたら俺めちゃくちゃ面白いと思う、うん、し山口君が肛門にローターを入れてくれるのであればもう俺はめちゃくちゃしっかり真剣に一切笑わずにレビューするし。はいはいはい そのメーカーさんにお届けできるぐらい誠実にその商品と向き合ってレビューしたいと思うなるほどうんだからあとは山口君が肛門を開いてくれるかどうかだけですえ確かにまあでも,もうまあ今ここで答えを出してくれとは僕も言いません、はい、これはすごいあの けですのそうノリで決められることじゃないっていうのも分かってるし、うん、そのノリで無理強いはしたくないし、うん、僕も肛門の大切さは分かってるので<ー>、うん、そのいやこの方が面白いやんけで,で押し押しやらせたくない、うん、そうそうそうちゃんと山口君がいやでもこれはやるメリットがあるな意義があるなそれぐらい面白いなみたいなそれを出しても恥ずかしくないなみたいな。 気持ちの整理がまとまった時、えー、僕に、えー、ラインスタンプを送ってください, <laughs> いや,やな、うん、その時にやっとこのプロジェクトが始動するのでる、えー、リスナーの皆さん今回はちょっとこの話最終的に何をするかここに落ち着きましたけどいつになるかそれは、まあ、あの山口君の肛門がキュッと閉まる時。 その時までちょっとお預けですむしろ開くときじゃないか確かにそれまでは皆さんちょっと何を熱弁してる？いて肛門閉めてお待ちくださいてるもねその肛門こじ開けるにふさわしい商品を紹介します京都下鴨にてコーヒー豆の焙煎をしているプクコーヒーですコーーヒの好みをお伝えいたただけましら その時の時在庫から豆を焼いてチャリでお届けいたします 100g600 円遠方への送料は200円コーヒー好きだけどドリッパーやミルがないから家でコーヒーを入れたことないよそんなあなたにはおすすめの道具やめちゃおいしくなる入れ方まで丁寧にお伝えいたします TwitterInstagram の DM からご注文お待ちしております アットマーク IPPKU アンダーバーコーヒーで検索エッチでっかいコッペパン隣にいてほしいな俺一人で売れる気ないからでっかいコッペパンかわいちょっと放送終わっていざさでもいくよって思ってあげても <laughs> 今日なら抱かれてもいいわっ割と脱いだら。 待ってるよそんな夜を過ごしましたけどそうでしたねでっかい小西くんは敏感ですからまあそうですね小西と山口のうたねこのタイミングでこのジングル流せたよミキサーのそうさんが急いで入れ替えたって言ってましたねこのまま入れ仕事のできる男ですわほんにはいありがとうございますやっております 今日は YouTuber に対していろいろ向き合ってきましたがそんな我々がこの YouTube ラジオ配信で唯一持っている唯一持っているは言い過ぎた不定期開催しているこのコーナー参りましょうジングルお願いしバッティングしちゃったまあまあいいでしょう行きましょう行きましょう えー、このコーナーは、われわれされてるよ、委員会がね、ちょっともう、むちゃくちゃだよ、もう <laughs> <laughs> 途切れちゃった。<laughs> えこちらのコーナーはですね、ここ、ね、に志月が委員長を務めるコーナーでございます。はい、えこの時間はリスナーから、えー、これって騙されてますかと、えー、お便りに対し騙されているかどうかを、えー、判定するという委員会でございます。うん、えそれでは今日の申請書を目を通していきましょう。山口君お願いします。はい。騙されてるよ委員会申請者ネームいちごぷゆぷゆちゃん。 焼きそばのそばって騙してる？古典申請きましたね。<laughs> 古典的な申請ですね。すねまあこれはねあの本当にずっと言及され続けてきたにもかかわらず、かからずはっきりとした答えが出ないまま。 まあずっと今日まで、あのー、<え>議論が伸び続けてる問題ではあるんだよね。<う>うんだからまあ本当にあれねこのあの議事録とかを見てたら、はい、1>, 1冊目。<laughs> うん、あ議事録のね、そうそう、だされる委員会の議事録ね、まあ、そのこのラジオでやってますけど、このラジオでコーナーとしてやる以前から、委員会自体はあるわけじゃないですか、行政のものとして。<行>で、行<政>資料の一冊目に、あのー、ある申請書でも、この問題はあのー、提示されてるんだよね提示されてるいあ その時は、えー、だから、えー、昭和52年かなごろ、えー、に出されたものなんですけどうんピンとこないあのー「カップ焼きそばが何年にできたか調べないでください <laughs>」52年ごろ <laughs> からずっと言われてるんですけど、はい、やっぱその時からずっと保留されてきてる1977年ですだからねこれ音楽 ちょっとね今日この場で答えが出せるかどうかっていうのは僕も自信がないんですけどはい、うん、まあそのよく言うのはあの焼きそばって言ってるけど、うん、焼いてないじゃないかっていうねああそういうことね。いうところねうんやっぱりあれってこうまあゆでそばじゃんみたいなねお湯戻しそばじゃんみたいな確かに。 そういういのをね言ってるわけですけどまあでもそのなんだろうな焼きそばってもうその要は別に焼いてるか焼いてないかってそそうそうみんなそんな気にしてないのよ。うん、茹でた麺でもソース味でキャベツとか肉んにくとか,かそう入ってたら割と焼きそばなのよね。だから、えー、ローーストビーフが、うん ローストされてなくてもみんなあの表面に火が通ってて中が赤い肉やったらもうローストビーフとして食べてんのよ確かに今そのミシュランのシェフとかはローストビーフを湯煎機とかで温めて火通してるらしいのよこれマジでだからローストしてないのよあれ物知りうん <laughs> あその直火で やってたものななわけじゃないロー,スローストしてるビーフだからローストなのに今のローストビーフって料理を一番おいしく調理するにはっていうのを追求してた現代の料理人は、うんあのー、直火じゃなくて水によって火を通すっていう茹でるっていうボイルでローストビーフを完成させてるのよ、うん、ローストじゃなくなっちゃったよそう,そう,そう じゃあそれはローストビーフじゃなくてあのボイルドビーフって呼べよとも別に思わなくないっていうところではあるんだよねカップ焼きそばもねそそうそう,そう,そう、うん、同等だとそうなのよだからなんか逆に焼き飯とチャーハンは何が違うみたいなところもあるじゃない確かに 焼くとと炒める若干具材の違いだったりとかもあるだろうし中華鍋を使ってるかみたいな、ね、道具の問題みたいなのもあったりするしだからそのなんだあのワインとかでもさそのどこの場所お酒とかウイスキーとかもそうか、どこの場所で作られたかっていうのが。うんうんうん その名前バーボンかスコッチかっていうのを決めていたりみたいな感じでその材料としては同じ麦を使ってるよとか同じようなブドウをまあ要は使ってるんだけどここで作られてるからそういう名前のものみたいないうのがあるわけなのよだそう思うと思うと僕は僕なのかなって。本当に 本当に僕は僕なのかなってすごい分かんなくなってくんだよね就活、うん、何者だから僕がどういう経歴でどういう形で今の僕がいるかっていうのをまあ山口君はある程度知ってるじゃないですかでもそれ全部僕が嘘ついてたとしても 確かめようのない嘘だった場合ってその僕が話した嘘の経歴を経て今ここにいる小西睦貴として山口君はこう友好関係をこう育んでくれてるわけで、はい、じゃあもしそれが全部嘘だった時に、うん、その友好関係はなくなるのかと、うん、過ごしてきた時間は小西本当じゃないかとそうそう、うん、じゃあないのかってなった時にやっぱ焼きそばは。 焼かれてきたから焼きそばなのかはあ、はあ、今味として食感として焼きそばだったら焼きそばでいいのかははいはい、はい、ソースも、ね、うん。いや鉄板で焼かれてソースと一緒に炒められたからあの味になったわけでそ,<う>それを焼きそばと呼んでるのであれば。うん 僕が途中から小西睦月っていう戸籍を買って勝手に小西睦月の経歴を語って山口君と友達になってるそれはカップ焼きそば小西睦月なんじゃないかと違う違う違う全部混ざっちゃったねえあかんねえじゃない本来の小西睦月は鉄板で焼かれて野菜と麺と一緒に焼かれてそれにソースをかけて炒めて焼きそばになってあの味になったわけでしょ 違うよだからこの味だと思ってたのに違うよそれ以前が嘘の経歴でできてたってことは違うよ全然違うそれはもう「焼きそば」って呼んでいいのかなっていうのもやっぱある <laughs> ないうん混ざっちゃってるよだからそこがやっぱ難しいとこなんだよねいやいやものの名前とか定義とか料理の名前とかってそういうものじゃん調理のされ方も変わっていくじゃんかっていう形でいやいや「焼きそば」ってうや 「焼いいたそばとししして認識してないでしょ、うん、焼きそば」っていう一単語で認識してんだから、うん、その味でその食感でこういうものでできてたらさ「焼きそば」だよ<や>とも言えるけどそこはいいよじゃあ僕が話してた僕のバックボーン経歴全部嘘でも僕ですかっていう。 話になっちゃうんだよねねこれが、ね、なな難しいんだよね、これね、なななこれがみんなの頭を、ね、悩ませてんだ、本当にななな昭和からずっとね、投げんだ、この議論、本当に本当申し訳ない、今日これ答え出せないです、僕、<laughs> 申し訳ない、本当にこれね、でも面もいのもみんな資料見てほしい、これ、一回平成8年にもねもう一回出たのよ、この議論。 なんでんなんで悪いかいやでもねその時も結局答え出なかったのよねうーんだからさあの子供の取り違えとかさそういう事件もあったでしょ <laughs> あ<った> <laughs> そういうのもあって結局じゃあそのそもそも的なところで認識してんのか人間はっていうところだったりう根本の、ね、そうそうそういう人としての倫理の問題もね 絡んできちゃうんだよね、このカップ焼きそばってね、盛り上がるどころか分かったこれが人間の難しいとこなんだよね、認識の仕方とね、ただの名前なんだけどね、ルーツを取るか、早く名前の、ね、意味論をこう優先するのかっていうのね、本当に難しいんだよね、これ。て騙されてでこれで、あの平成、えー、いい12年、12年にまた、同じような事例があったんだけど。 ごめんこれ、待、あのーま、って、後日動画でまとめますわ。<laughs> うん、いらない。年表をちょっとスライドで作ってくるんで。い,らない,よいや、でもこれ、本当に、ね、よく、あのー、気づいてくれました、これ。騙されてるよ、委員会でもね、これの話でずっとね、あのー、居酒屋で2時間ぐらい盛り上がったことありましたよ、同僚と。絶対やべえやつらの集まりやったら。委員会はね、この話ね、ま、年一はやるかな、絶対。 気象一集団 <laughs> いちぷぃちゃんもねあのもし興味あれば騙されてるよう委員会ね会員ねそれ軸でええー、ままだ募集してんのかな今ちょっと確認してみますけど見たことないですか、うん、いや前夏見た時はね募集してたんだよな会員ちょっと今どうなってるか分かんないですけどちょっとホームページ見てみてください騙されてるよう委員会のうん いやーこれはねいい気づきだと思いますだからえ初めて出ましたこの <laughs> 無言のドーン申し訳ないこれはね本当に難しい話なんだうんすごいでも本当にいいとこに気づいた うん、騙されてんのかな騙されてないのかなっていうねそこに気付くってことはでも委員会の会員になるそうしうあんじゃねえかな一プーちゃんねおうーん山口くんねえ山口くんは入んないの会員にはあんまりちょっと <laughs> 全く興味をそそらなかったです <laughs> あそうかそう,そうっすねあそうかそうか まあでもね <laughs> 大阪の人でしょど、はい、うやったらもう全然いけるいけるいやその広島風お好み焼きっていう名前がどうなのかみたいなあ、うん、いたのが発端で委員会に入った人もいるしねそううんやっぱその本来あったものだし、うん、今川焼き回転焼き、はい、みたいな感じでその同列に存在すべきなんじゃないかと。うん そのお好み焼きというものもの、ねうん、なのに広島風っていう、うん、なんかその「ね、そこでは勝手にこうやってるらしいですわ」みたいな呼び方をしてるのって大阪の傲慢さじゃないですかっていうね、えー、そういった申請書で起きた議会をもとに広島の人が3人ぐらい入ったのかな委員会に <laughs> うーんだいぶ広島やよ そんなこと一気にその3人も増えること議会が開かれた直後に人が増えるっていうのはちょこちょこあんねやけどそれでも1人大体ね広げる広島3人の時はね盛り上がったねあれねで鉄板焼き食べようってなるわけじゃないですか議会終わった打ち上げで。 でそこでやっぱ焼きそばどうなんだよって<う>あーやっぱあの議会の話、ね、味していってなるない <laughs> <laughs> 味,味してないよずっとというわけで皆さん、はいえー、騙されてると思うことのお便りをお送りください,ださい、えー、以上でございます、ねえー、というわけで本日の委員会はこれまで、うん、えー、小西委員長から最後、えー、一言お願いします,しますえーまあ、これ 自分で考えよう <laughs>、うん、調べてみて、ね、文献いろいろあるから皆さんもちょっといろいろ興味が湧いたらうんぜひ調べてみてください図書館とかで調べてみてあるから文献なんでこんな自信満々なえというわけですね、えー、<laughs> 配信の拠点にしております、えー、オルタラティーブスペースゆえかの <laughs> お知らせでございます 弓、はい、の方ではですね参加していたマインドトレイルの方無事終了いたしまして一思疎通センターのプラカードを持ち帰ってきましたま、えー、参加してきてくれた皆さんありがとうございました。今後も 展示などやっっておきますのでちょっと次の展示、ねえまあ間が空くんですけども、展示決まっております。ちょっと来年年明け、皆さん楽しみにしていただい楽しみにしておいてください、皆さん。情報はツイッターやインスタグラムなどを更新していく予定でございます。他にも、ね、展示気になるよ、場所気になるよという方は、ぜひえ公式のツイッターホームページ、えー、インスタグラムなどの方ぜひチェックしてご連絡ください。 えー、番組からのお知らせでございますはい私たち小西と山口の歌種えちょっとねカンペがちょっとピュ,ピュンピュンってなっちゃって失礼しました、うん、今回の配信はですね Apple、うん、と Supportify の各ポッドキャストから本編に言わないアフタートークをつけて、うん、後日配信予定でございます次回の YouTube 生配信は12月18日月曜日ごろの、うん 10時、うん、22時ですすね予定しております月曜日配信テーマは「1> うん、m 1グランプリ2023全裸待機」でございます楽しみだ今年は m 1は24日ですかです、ね、12月24日、うん、クリスマスイブですよ楽しみですね、えー、そのちょっと10日ほど手前、うん、10日どころじゃないですね1週間ないぐらいそう、ね、だちょうど1週間手前に「うんうん m 1グランプリ2023全裸待機をしようじゃないかと楽しみでですすねテーマございまリスナーからのお便りでは好きな芸人応援している芸人過去の好きな m 1のネタ今年の m 1予想とかもねぜひお披露目お願いいたしますそしてあなたの全裸待機の待機姿勢待機状況 リスナーも前前提なんやそうです、うんえー、状況報告いろいろお待ちしておりますので番組のホームからぜひお便りを送ってください、うん、お待ちしておりますはいお待ちしておりますはい、はい、以上でございますはい以上でございます、うん、えー、あそうだ最後ね <laughs> 締めくくりを忘れてました <laughs> えー、番組のねブログとか、うん ノートでやっておりますのでぜひ見てください TikTok もやっておりますすずりで番組ごっつもやっております全部ね番組のウェブサイトからリンクに飛びますのでぜひチェックしてください最新情報はですね Twitter でやっております ID がアンダーーバうたたねアンダーバーポッドキャストでございますうたたねアンダーバーポッドキャストで検索してぜひフォローをお願いいたしますそしてこちらの動画も高評価チャンネル登録 よろしくお願いいたしますー、ね。YouTuber らしいことをやりましたね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。我々の励みになりますので。というわけで、今夜も小西と山口の歌谷は、カーリン、セットフリー、花柄ランタン、浅田匠一服コーヒー、台風クラブ、中口カンタヨーロッパ企画、南極ゴジラ、都築永未、映画、アイアムジャン、ピザの惑星、危機一発の協力で、京都は東山にあります、湯気からお送りしました。<laughs> 湯気からお送りいたしました。 いましたいやーまあね YouTuber になるのもね、えー、大変ですよや,やっぱこの手前の段階でこんな企画構想がね,ねもう難しいわけですから,すから敵というかねライバルはたくさんいますからね その中でどうやって自分たちの個性好きなことを出していくかっていうす、ん、よ。うん、あれもまあそれはもう達成できてますよ<っ>真剣に、えー、アダルトグッズとかもレビューするっていう動画を出す、はい、それはもう結構多分他やってないから、うん、本当にあとは山口君の肛門が開くかどうかそこだけそこまで来てます僕ら今、あのー、肛門の手前まではたどり着いてるんです <laughs> あとはこの門が開くかどうかどっち側からのまあでもピンクローターとか外側からですよお邪魔します側だからまあここまではたどり着いたんですけどここから先は集団の乗りとか放送の都合とかそういうので侵入できる場所じゃないのでそうですね ちょっと今後、ちょっと、山口の動向次第で、ちょっとこのプロジェクトが進んでいくかもしれない。訪問次第ということで、うん、はい。ええ、というわけで、皆さん、山口の訪問をお楽しみに、えー、おやすみなさい。おやすみなさい。